こんにちは。それでは今日はエスケープ RX2 が入ってきましたので見ていこうと思います。それでですね、先日の動画で、運動会に行こうか釣りに行こうか迷ってますっていう話をしたんですけれども、運動会派の意見をたくさんいただきました。釣り派がいなかったんですね。当然といえば当然の結果かもしれませんが、私も、その迷ったこと自体を反省しまして釣りの方をキャンセルしましたので、明日は精一杯子供たちを応援してこようかと思ってます。それでは商品の方なんですけども、こちらのクロスバイクは街乗りクロスというよりは 2,3 時間ちょっと走りたいなとか、山道ですねとか海沿いとか走りたいなというちょっと長距離を意識したクロスバイクということになりますね。ですが街乗りしちゃいけませんとかできませんとかいうことではないです。どちらかというとそっち向きっていう自転車ですね。アルミのフレームにワイヤーがこう中を通ってこうすっきり見えますね。ジャイアントさんらしいパイプの形もしてますし、こういったとこネジ切りもしてありますので、泥除けのオプションや、こういったネジ位置が合うキャリアとかですね、汎用品とかも合わせやすいっていう感じですね。フロントフォークがこちら、外に出てる部分がカーボン、中がアルミですね。そしてパーツはほとんどシマノさんで固められています。ブレーキレバー、シフター、このブレーキ、フロントディレイラー、ギアクランク、中のボトムブラケットもそうですね。ギアにリアディレイラー、全部シマノさんですね。こういったところがやっぱ嬉しいですよね。このぐらいのグレードになってくれば、シマノさんが当たり前といえば当たり前なんでしょうけどね、実際になっていると嬉しいんです。フロントが26、36、48の3枚と11から34までの9枚ですね。 3×9 で27段切り替えってことになりますね。サドルはコンタクトフォワードナチュラルですね。後ろにジャイアントさんのパーツとかが取り付けやすい形のサドルになってます。ホイールの方はステンレスのスポークにアルミのリムですね。 SR3 っていうジャイアントさんオリジナルのリムですね。タイヤもジャイアントさんオリジナル SR3700×28C のフルスリックですね。全く溝のないタイプのタイヤになってます。価格は残念ながら2018年モデルからプラス3000円の7万9000円ってことになってますけども、何回も何回も言って心苦しいのはあるんですけど、大体仕方ないっちゃ仕方ないです。サイズは4種類ですね。155センチの方から195センチの方まで対応できるので、結構幅広い方に対応できるかなと思います。カラーはグレーとイエローですね。このイエローですね、現物見ていただくと結構綺麗なんですよね。カメラやモニターの感じでこの色っては再現できてないと思います。現物見ていただいたら思ってたのと違うと言っていただけると思うんですけどね。そして2018年モデルと19年モデルの違いといえば、2018年モデルはブレーキレバーとシフターが一体型だったんですけども、19年モデルはシフターとブレーキレバーが別々ですね。一体型の方がスッキリしては見えるんですけども、もしも何か故障があった場合に分かれていた方がそれぞれで交換とかができるので、そういった場合は安くつくっていう見方もあります。島野さんだからほとんど壊れねえじゃんっていうのもあるんですけどね。あと違いはギアですね。そして RX3 と RX2 の違いっていうと、フロントフォークが RX3 はアルミ、こちらはカーボン、ブレーキが RX3 はテクトロ、こちらはシマノ、シートポストも RX3 がアルミ、こちらがこの部分がカーボンっていう感じになってます。そういった感じの違いで、18年モデルと19年モデルも 100g 重くなってますし、 RX3 と RX2 を比べた時も 100g 差があります。 RX3 と RX2 どっちを買おうか迷ってるって方も結構いると思うんですけどね、長距離を乗るって考えた場合に
フロントフォークがアルミなのかカーボンなのかによって長い目で見た時に疲れ方が違うとかいうのはあると思うので、まあ自分が乗る距離によって RX2 か3かっていうのを選ばれるといいと思いますよ。